を使った本格的演奏回路の作り方です。この回路は次の機種での作成をおすすめします。スタート部分はブロックを置いて上にボタンを乗せ、前方にリピーター、レッドストーンパウダーの順番で設置します。このレッドストーンパウダーを中心とし、左右に10マスずつレッドストーンパウダーを伸ばします。伸ばしたレッドストーンパウダーの左端、真ん中、右端からリピーターとブロックを交互に設置します。縦のリピーターは設置した後すべて3クリックし、ブロックは8ブロックごとに色を変えましょう。ブロックの右隣にレッドストーンパウダーを置き、1マスずつ開けながらリピーターを3個置きます。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は何か別のブロックを置きましょう。動画の後半には数字が書いてある音ブロックが出てきます。数の大きさは音ブロックをクリックする回数、色は下のブロックの種類を表しています。ピンクとグリーンは草ブロック、オレンジは木ブロック、白色は石ブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。この回路はアレンジして楽しむこともできます。ピンク、グリーン、オレンジの数字の下に境界ブロック、粘土ブロック、金ブロック、ウールブロック、骨ブロック、このどれかを置くことで音色を変えることができます。自分だけの組み合わせでアレンジに挑戦してみてください。最後にスタート部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った本格的演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。どうもこんにちは。本日の担当はアンツです。よろしくお願いします。さて今回の曲は星のカービィスーパーデラックスよりヤギノズグルメレースです。というわけで今回は5月のリクエスト人気投票で見事第1位を獲得したこの曲を作りました。カービィといえばこの曲という人も多いのではないのでしょうか。もともとはスーパーファミコンで発売された星のカービィスーパーデラックスというミニゲームがたくさん収録されているゲームで登場した曲だったのですが、後にリメイク版が出たり任天堂スマッシュブラザーズの BGM として登場したりしてきたので知ってるよという人が多いのかもしれないですね。本格的演奏回路であるフィッシュボーン回路の中でも難易度が少し低めですので、よければ皆さんも作ってみてください。さて今回の回路についてです。今回の原曲の曲の速さは BPM190 なので、このリピーター回路で作ると少し遅めに演奏されます。原曲っぽい速さで聴きたい方は設定から動画の再生速度を 1.25 倍にしてみてください。また左側
真ん中、右側のエリアによって機体に敷くブロックの種類が違っています。一つずつ見ていきましょう。まず左側の装飾音エリア、ここは緑色の数字が草ブロックになっています。次に真ん中のメインエリア、ここは緑色がレッドブロック、オレンジ色が木ブロックになっています。それと11ページ目と15ページ目のピンク色の数字は羊毛ブロック、18ページ目から21ページ目までのピンク色の数字は骨ブロックになっています。最後に右側ドラムエリア、ここはいつも通りで白色が石ブロック、黄色が角ブロックになっています。全部をまとめるとこんな感じです。特に真ん中のエリアのピンク色の数字はページによって敷かないといけないブロックの種類が違っていますので気をつけてくださいね。それでは今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。オトブロックがあなたのワールドをより魅力的にします。興味のある方はチャンネル登録をお願いします。また質問や曲のリクエストも随時募集しています。最初にリクエストまとめをご覧になった上でコメント欄にお書きください。